君たち、こんな深夜に一体何の騒ぎです？お前はオクタビネルの領長アズール・アーシェングロット？これは一体どういう状況なんですか？オクタビネルには関係ないことだ。おとなしくそこの二人を引き渡してもらおうか。よく見れば床に転がって震えているのは監督生さんとグリムさんじゃありませんか。あまりに小汚いので雑巾かと思いましたよ。モストロラウンジではいかなる揉め事も認めません。ここは紳士の社交場ですから。なんだと、邪魔する気か。構わん、実力行使あるのみだ。品のないお客様にはお引き取り願いましょう。ジェイド、フロイド、彼らをつまみ出しておしまいなさい。はい。にゃはー、やったんだぞ。見てか、こんにゃら。いい気分になっているところ恐縮ですが、オンボロ寮のお二人には今の戦いで傷ついた机や椅子の修繕費および巻き込まれた僕らの労働費を支払っていただきたいのですが。え？金取るんだぞ。タコ殴りにされそうなところを救ってあげたんです。安いものでしょ。俺様たち、スカラビアの揉め事に巻き込まれてひでえ目にあったばっかりだってのに。やっぱりこの学園にはろくなやつがいねえんだぞ。なんですって？スカラビアの揉め事とは？スカラビアの領長が圧政を。そう、寮生たちが毎日カリムに大変な目に遭わされてるんだぞ。あのカリムさんがそんなことを。ラッコちゃんってそういうことするタイプなんだ。あまりイメージにありませんね。アズールはジャミルさんと同じクラスでしたよね。ええ、選択授業も同じことが多いのでよくご一緒しています。グリムさんの言う通り、彼はこの学園では珍しいタイプかもしれません。あまり主張がないというか、おとなしくて地味というか、寮長の圧政に副寮長である彼が困っている。では力になって差し上げなくては。あ、おめえがそんなこと言うなんて、どういう風の吹き回しなんだぞ。ちっけえな。僕は前回の一件で自分の欲深さを反省し、心を入れ替えたんです。これからは海の魔女のように慈悲の心で学園に貢献しようと決めています。今スカラビアが危機に瀕し、クラスメートが助けを求めている。そんな一大事無視することはできません。へえ。ほほ、毎年同じ顔に囲まれてターキーをつつくのにも飽きてきたところです。僕たちも明日からスカラビアへお邪魔しようじゃありませんか。え、せっかく逃げ出したのにまた監獄に戻るのか。俺様は嫌なんだぞ。お邪魔するのに手ぶらも失礼です。ジェイド、フロイド、手土産の準備を忘れずに。はい。灼熱の砂漠で過ごすホリデー、悪くないじゃありませんか。楽しみですね。こんにちは、お邪魔します。うわー、あっつ、マジ真夏じゃん。うわ、昨日俺たちをボコボコにしたオクタビネルのやつら。スカラビアに何の用だ。ああ、皆さん、昨晩は失礼しました。皆さんがか弱い動物を一方的にいじめているように見えたものですから、心優しい僕はとっさにかばってしまったのですが、よくよく話を聞いてみれば、オンボロ寮の二人はスカラビアから魔法の絨毯を盗み出した窃盗犯ということが分かりまして、間違いに気づいた僕は責任を持ってこの窃盗犯を引っ捕らえ、魔法の絨毯をお届けに上がったというわけです。不本意なんだぞ。おい、お前たち、そろそろ朝の特訓の時間だぞ。集合に遅れるとまたカリムに。おや、ジャミルさん、こんにちは。ご機嫌いかがです？アズール・アーシェングロット、それにリーチ兄弟、一体なぜここに？なんだって？ところで、カリムさんはどこにいらっしゃいますか？
魔法の絨毯をお届けに上がったのですが。え、あ、ああ届け物なら俺が預かろう。いえ結構。この魔法の絨毯は国宝級の一品です。後々傷などが発見されてオクタビネルの奴らのせいだなどとクレームをつけられては困りますから、直接カリムさんにお渡ししてしっかりと検品していただきたい。カリムはそんなことは気にしないはずだ。だから俺が預かって。ご安心ください。落とし物の 20% に当たる放浪金を要求したりもしませんから。とにかく絶対に直接会ってお渡ししたいのです。彼はもう起きていらっしゃいますよね。だから今日は都合が悪いと。勝手に入っていくな、アズール。さあ監督生さんも参りましょう。遅れないでついてきてね。あれ、アズール、なんでうちの寮にいるんだ。こんにちは。ご機嫌いかがですか、カリムさん。いやいつ来てもスカラビアは素晴らしい。外は雪もちらつく真冬だというのに、まるで真夏の陽気じゃありませんか。リゾート開発をすれば大量の集客が見込めそうな素敵なロケーションです。おお、よくわかんねえけど褒めてくれてサンキューな。今日はあなたの魔法の絨毯を捕まえたのでお届けに上がったんです。ね、あいつまた勝手に逃げ出したのか。そいつは手間をかけたな。いえいえ。ところで今年スカラビアはホリデーを寮で過ごされるとか。ああ、もしかしてお前たちも。そうなんです。いや奇遇ですね。そこでこれを機にオクタビネルとスカラビアで親睦を深める合宿をいたしませんか。この冬採用されたというスカラビア独自の学習スタイルも学ぶところが多そうですし。そりゃいい。オクタビネルの寮長がうちの寮に滞在してくれるなんて願ってもない。ジャミルさんのご意見はごもっとも。他の寮は常に成績を競い合うライバルですから。残念ですが僕らはこれでおいとましましょう。カリムさん、ジャミルさん、特訓頑張ってくださいね。ああ、極寒の中今年も三人ぼっちのホリデーですか。まあ仕方ないですけど。オストロラウンジもめちゃくちゃになったのにな。はあ、しょんぼい。はあ、しょんぼい。しょんぼい。なんてあからさまな引き止めてほしいって態度なんだぞ。ああ、カリムさん、なんて懐が深くてお優しい方なんでしょう。もちろんですとも。僕で教えられることであれば何なりと。よし、早速だがアズールの胸を借りて特訓だ。荷物を置いたら庭に来てくれ。了解しました。スカラビアの皆さん、どうぞお手柔らかに。ええ、僕が知るいつものカリムさんでしたね。まるまるとしてが余計なんだぞ。ラッコちゃんはいつも太鼓叩きながらニコニコしてるからラッコに似てるでしょ。そうですね。彼はいつも朗らかで成績が悪かったくらいで情緒不安定になるタイプには思えません。やはり原因は別にある可能性が高そうですね。問題解決のためにもカリムさんのことをもっと知る必要がありそうだ。ジェイド、少し彼とお話ししてきてもらえませんか。かしこまりました。ジャミルさんは難しいかもしれませんが、カリムさんなら素直に僕とお話ししてくれるかもしれません。それはいい。僕も一緒にお相手していただくとしましょうか。こいつらずっと目が笑ってねえんだぞ。こんばんは、ジャミルさん。こんばんは。何の用だ。先ほどカリムさんにご案内いただいた宝物庫で見たことのないボードゲームを見つけまして、カリムさんにルールを説明していただいたのですが、どうも要領を得ない。ボードゲーム部の僕としてはぜひ遊んでみたくて。一曲手合わせ願えませんか。